はい、こんにちは、ブルーホースです。ハーバード心理学9日目に入ってまいりました。仕事が始まってね、最初の土曜日というところで、まあ、去年まで僕個人はずっとジムに通ってたんですけど、まあ解約をしましてですね、家でやる初めての土日を過ごすわけなんですけれども、まあ3連休始めというところもあって、まあなかなかね、やっぱこう今までと違う環境でやってて、家でね、腕立てとか腹筋とかいつも通りのやつをふわーやってるんですね。でその横で嫁は寒い目をしながらあったかいコーヒーをとすすってました。ふー、この距離感、まあそんなことはどうでもいいとしてですね、9日目やってまいりましょう。今日のテーマはですね、プロセスを楽しみましょうということです。僕自身その筋トレをですね、ずっともうかれこれ1年半、まあまあジムに通う前を含めたらもう2年以上やっているところではあるんですけれども、やっぱりそのプロセスを楽しむことによって体がまあ出来上がっていくっていう、その結果自体も楽しいんですけど、やっぱりこう自分がちょっとずつそのね、腕立てのできる回数とかバーベルの上がる重さとかが上がることっていうのはもうすごく楽しいなということなんで、皆さんもやっぱり特に社会人の方なんか結果を求められがちなんですが、その一方でやっぱりそれをやること自体、プロセスっていうのも楽しむことも大事ですよということを改めて考えていく、そんなですね、話にしていきたいというふうに思います。でですね、こんな感じですね、まあ、結果だけや幸せばかり追い求めていると、実際にそれが得られなかった時に、いやこんなはずじゃなかったのになっていう、まあ、失敗とかそれから失望感を招く可能性っていうのはすごく上がってしまうんですね。だからこそ、まあ、結果とか幸福とかっていうのを一旦外して度外視してプロセスを楽しむことっていうのを考えていきましょうというのが大きなテーマになっていきます。でですね、将来の大きな利益のためにということで、今得られる利益を諦めたり、やりたくないことのため、失礼しました。これはミスですね。やりたいことのためにやりたくないことをやることっていうのも当然あると思うんですよ。で、そんな中で、例えばつまらない仕事とか、貯金、今お金をたくさん使って、欲しいものを買ったり、食べたいものを食べたりに使いたい。で、あるいは受験勉強などなどって、ね、これ将来本当に役に立つのかなって思うこととかってたくさんあると思うんですよ。ね、やりたいことをやるためにやりたくないことをやらなくちゃいけない時っていうのは当然あると。ところがなんですよ。将来利益を得るための行動を取り続けることによって、実は長い目で見た時に長期的な幸福っていうのを得られるようになるんですね。だから大事なのは何かっていうと、何をやるかっていうのではなくて、どれだけの期間どうやっているかっていうことがポイントになるんですよね。で、プラス、どうせだったら、今を楽しむこともできて、かつそれが将来的に役に立ったり、利益になるっていう、一挙両得を目指していきたいところですよね。一石二鳥とかね、もうどうせなら両方とも取っちゃいましょうっていうのが理想的っていうことですわ。じゃあ、それを目指していくために、本日のワークっていうのは一体何かというと、こんな感じですね。性格診断をしていきましょうということです。実際今日具体的に何をするかというよりも、あなたの性格から読み取るに、こういうことをやった方が、その先ほど言ったような将来的な利益も得られたり、幸福感も得られたりという一挙両得目指せますっていうことなんですよ。ところが自分の性格とか思いに反したことをやっているからこそ、幸せから遠のいてしまったりとか、あるいは利益や成果、結果から遠のいてしまったりっていうような状態になってしまいますんで、そこをちゃんと自己分析していきましょうというお話になります。で、今回のワークに関しては非常に簡単です。この動画中でできます。僕の話聞いてもらったら全然問題ないです。で、人っていうのは今言ったように、性格によってどんなポイントに幸福を感じるのかとか、それからその活動を続けたいと思うかっていうのが、まあ、大きく異なってくるんですね。で、以下に挙げる4つのタイプの中から自分が当てはまると思うタイプのものを見つけてもらって、でそのタイプに合った活動っていうのを今後心がけていただけたらというふうに思います。ということで4つのタイプね、出世競争タイプ、快楽タイプ、悲観タイプ、幸福タイプっていう、この4つを今回ですねご用意をしましたので、1つずつ紐解いて読んでいきましょう。ということで、まず1つ目、出世競争タイプはどんな感じかというと、バン、こんな感じですね。はい、目標達成を求めます。で、常に誰かと競争することのが大好きで、まあ、結構血気盛んな感じで、まあ、負けず嫌いなタイプの人たちですね。で、成績1位っていうのを目指すだけじゃなくて、1
人よりも高い地位とか評価を得ることっていうのは何よりもやりがいということなんですね。だから社内で、誰よりも早く役職者になるとか、営業成績で1位を目指すとか、誰よりも多くの製品を開発するとか、学校の試験で100点を取り続けるとか、こういうことにやりがいを感じるという、そんなタイプになりますね。じゃあ実際の活動内容は一体何かっていうと、こんな感じですね。営業成績1位、今言っちゃいましたね。でスポーツの大会で優勝するとか、それから自己ベストを更新し続けるとか、こういうものにやりがいを感じるというものです。だから人と争って常にトップに立てるか、これが基準になります。続いて快楽タイプですね。快楽タイプっていうのは実は結果はあまり求めないんですよ。だから本当にプロセス楽しむかどうかっていうタイプの人間ですね。で今をどれだけ楽しむことができるかっていうのが大きなポイントになってまして、で毎日ちょっとした喜びを得られるっていうことが大切な人です。だから小さな幸福感を得続けられるような行動っていうのを取ってもらうっていうのがポイントです。じゃあ実際の活動内容は一体何かっていうと、例えば体が、ね、やっぱ気持ちいい状態になるストレッチをしたりとか、ゲームをしたりとか、それから料理を食べ歩きするとか、まあ、それ食べまくることっていうようなことが活動内容になってきます。続いて3つ目、悲観タイプですね。悲観タイプの人っていうのは、これは不安を感じやすい方っていうのがポイントになってきます。で今あなたが心配していることとか不安に思っていることは一体何っていうのを紐解いていって、それを拭い去るための行動を取るっていうのが活動の指標内容になっています。で活動内容といえば一体何かっていうと、例えば納期の仕事っていうのを、1週間前に終わらせたりとか、それから勉強の得意科目じゃなくて、どちらかというと苦手科目を克服する、それからお金の心配がないように副業を始めるといったようなものが、活動内容になってきます。とにかく不安なこととか心配事っていうのを取り去るための活動っていうのをメインにやってみていただけたらと思います。そして、本日最後ですね、幸福タイプということで、あなた自身のこれまで過ごしてきた人生の中で幸せを感じた瞬間とか体験をできるだけ思い出していただけたらと思います。でその再現とか、それから類似体験ができるように持っていくっていうのが幸福タイムの活動ライフになります。じゃあ例えばどんなことがあるかっていうと、こんな感じですね。制約を勝ち取った瞬間ですね。もういろんなこう先輩とかお客さんからこういろいろ言われ続けた中で、ようやく勝ち取った制約とか、それから新製品の開発が成功した、もう苦節3年あれだけ疲れたけれどもようやく出来上がった、自分のもう子供とも言えるような可愛い製品が出来上がったとか、それから旅行に行って素晴らしい景色を見たとか、志望校に合格したとか、あるいは資格試験に合格したとかですね。それから結婚とか、まあ、結婚に関してはこれは1回でええかなんですけどね、はい、まあ、結婚を式を挙げたとか結婚したくらいの喜びを再現できるように頑張るということですね。じゃあ具体的な活動内容はどうするかというと、これが面白くてですね、直接的にその結婚をもう一回しましょうとか制約を勝ち取りましょうっていうものではなくて、その体験を思い出すっていうことが大切になってくるので、まずその手前でやるべき行動っていうのは今用意している2つですね、瞑想とか紙に書き出す、この2つが大事になってきますよということです。で皆さんが今挙げた出世競争タイプ、快楽タイプ、悲観タイプ、幸福タイプの中だったらどれに当てはまりますかね、うん、でこのタイプ別の活動に合わせた行動っていうのをしてみていただけたら、皆さんのプロセスを楽しむとか幸福を求めるとか、それから結果制約につながるとか、結果成果ですねにつながるとかっていうものに、まあ、一番近道だっていうことですわ。じゃあポイントは一体何かっていうと、こんな感じですね。一旦は結果度外視しましょうと、でその皆さんのタイプ別に合った取り組みそのものを楽しんでいくっていうことをポイントを置いて、ぜひ活動してみていただけたらというふうに思います。それが本日のワークですね。まあワークと言いながら、今日説明した中で、出世タイプなのか快楽タイプなのか悲観なのか幸福なのかっていう、まずはこの自分のタイプが一体どれなのかっていうのを洗い出すところ、これだけができれば OK です。一旦 OK です。であとはその中で意識しながら、自分は出世競争タイプだからちょっと人を常に競争、ライバル用意して競争しようとか、自分は快楽タイプだから、まあ、日々楽しいことを何かないかなっていうのを探そうとか、そんな感じで意識してみていただけたら OK、 そんな話です。ということで本日のワークは以上となります。最後にですね、こちらですね、はい、バン、今回の動画が役に立ったなとか面白かったっていう方はですね、ぜひチャンネル登録ボタンと、それからグッドボタンを押していただけると嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。ということで本日の動画は以上となります。次回の動画でもまたお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。
本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。